どうも翼です。アスカ製薬の部長の絶大な給料について語ります。だいぶね、細かな金額が書かれた給与明細書を再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。では行きます。基本給が54万円。時間外手当が4万3000円。家族手当が1万5000円。役職手当が19万4千円。通勤手当が1万円。合計月収が80万2千円ですね。賞与が年間2回で、330万5千円。年収が1246万2千円となってます。じゃあ年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。